羽生譲選手の祝賀パレード終了驚愕の事態にボランティアスタッフ感動平昌オリンピックで2連続金メダルを獲得した男子フィギュアスケートの羽生結弦選手2018年4月22日に地元仙台市で祝賀パレードが行われ多くのファンが 生の羽生結弦選手を一目見ようと遠方から駆けつけました人が多く集まると気になるのがゴミ問題10万人以上が訪れた仙台市ですが羽生結弦ファンの秩序ある行動は思わず世界に誇りたくなってしまうほどですソチオリンピックピョンチャンオリンピックと2連続金メダルを獲得した羽生結弦選手 負傷した足首も気になるところですが4月22日に行われた祝賀パレードでは元気で明るい表情を見せてくれファンも歓喜する事態となりましたまだ4月ではありますが当日の仙台市は30度近くにまで気温が上がりましたが生の羽生結弦選手を見ようと10万人以上ものファンが駆けつけました この祝賀パレードは、多くのボランティアスタッフにより支えられているのですが、そのスタッフが驚愕する事態が起きたのです。羽生譲弦君のパレードに参加されたファンの皆様へ、パレード終了後、ボランティアスタッフ含め見回りをしましたが、ゴミ一つ落ちていませんでした。マナーが素晴らしく感動しました。ぜひまた。 仙台へお越しください。ありがとうございました。パレード終了後、ボランティアスタッフ含め見回りをしましたが、ゴミ一つ落ちていませんでした。マナーが素晴らしく感動しました。また、ぜひ、仙台へお越しください。ありがとうございました。仙台に恩返しをしたいという羽生結弦選手の気持ちを、 ファンもしっかりと受け止め秩序ある行動をしていることがわかりますね。以下、ツイッターコメント。ユキさんボランティアされてたんですね。お疲れ様でした。本当に素晴らしい。羽生結弦君のファン素敵ですね。ここまで綺麗だと合成かと思ってしまうぐらいです。笑いよく。 イベントととかかでゴミ問題とかありますけど、見習ってほしいですすよね。すごいね羽生くんも自慢のファンやろうね祝賀パレードということできっとファンの意識も高かったのではないでしょうか東二番町通りがこんなにきれいなんてうれしい羽生選手もきっと誇らしいみんなのマナーが実を結んだ 今年の夏仙台に遊びに行きますといったコメントが見られ、まさに2連覇の祝賀パレードにふさわしい終わり方でした。 いかがでしたかよろしければ、チャンネル登録をお願いいたします。新しいお話を追加していきますので、ぜひ、またいらしてくださいね。